波歌山古墳は、岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓にあった古墳。形状は、前方公園墳。現在では、墳丘は失われている。古墳の所在した、丘陵跡牛窓オリーブ園から望む。左上の黒島に、黒島一号墳、右のに丘陵に、か歩山古墳、二塚山古墳が所在する。岡山県南東部、牛窓湾に面して、 綾の浦、根浦を隔てる丘陵上に築造された古墳である。牛窓湾では、本古墳のほか二塚山古墳、か歩山古墳、牛窓天神山古墳、黒島一号墳の前方公園墳5基が湾を取り囲むように映像されたことが知られる。本古墳では1968年に岡山県教育委員会による測量調査が実施された後、 1969年の土取り工事で噴球が作閉されており、現在は丘陵の一部のみを残存する。噴形は前方後円形で前方部を南西方に向けた。噴球は二段築生とみられる。噴球表面で吹き石の存在は明らかでないが、円筒派庭編、継承派庭編が採集された。主体部の埋葬施設は公園部、 前方部における縦穴式石室各一基。またそれとは別に前方部南東部で木管自家層と推測される施設が認められていた。この波歌山古墳は古墳時代後期の6世紀前半頃の築造と推定される。他の前方公園墳四基とともに当時の牛窓湾の港湾としての政治的重要性を示す古墳になる。特に 木々地方中枢部では、同時期に、古墳規模が大きく縮小するのに対して、牛窓では、縮小度は、小さい点が注意される。古墳の規模は次の通り。主体部の埋葬施設としては、公園部、前方部において、各一基の縦穴式石室の構築が認められている。各石室の詳細は次の通り。以上のほか、前方部南東部で、木管地下層一基が確認されている。 この木管は、長さ2メートル、幅0.7から0.8メートルを測り、下に角れを敷いており、副装品として、ガラス小玉さん、甲冑編、鉄属編、末期編が検出されている。ありがとうございます。